さん、石玉、ありがとう。とみちさん、金魚、ありがとう。やっほー。山さん、打ち上げ花火、結婚して、ありがとう。やだって考えとくね。9月初めのくるくるです。そう、日曜の座席どうでした？座席山さん、くま、ありがとう。ピンクのトトロさん、結婚してありがとう。いやだけど考えとくね。ね、日曜日楽しみ、眠気やばい。ちょっとめっちゃ眠い。昼寝したし、昨日の夜も早く寝たのに眠いし、寝れば寝るほど私はニキビができるから、やっぱ夜人間なんだなって心から思います。まちゃんさん、一寸玉、ありがとう。はるるさん、一寸玉、ありがとう。家のソファいいよ。クマがいる、クマがいる。奈良先生さん、クマ、なんか箱を持ったクマさんの花火サワー、ありがとう。9月もよろしくかな。ありがとう、奈良先生さん、嬉しいです。ポロポロ涙、ポロポロ。クマさんとはありがとう。クマになってしまいそう、昨日も言ったけど。ありがとう、本当にまたお礼するね。ありがとう、奈良先生さん、嬉しい。タラリーさん、金魚、ありがとう。ヤマジンことエドウィンさん、クマ、ありがとう。あ、そう、22日の公演もう今日発表されましたね。花は誰のもの公演、9月22日、公演でったら誕生日一番近い、楽しみ。花は誰のもの、来てください。ぜひ、しかも生誕祭じゃないのでより来やすいかなと。和弘さん、五寸玉、ありがとう。お、一日一くるくるして、一日一くるくる。後ろの方からペンライトフリフリ、ありがとう。もうどこにいても見つけちゃうくるくるのなので。よろしくお願いします。カップラーメンがニキビの可能性はちょっとないって信じてる。もうくるくるはその、まあ、目を背けていきたいですね、そこからは。自分の責任からはちょっと目を背けていきたいなっていうふうに思います。同じ9月生まれだから、そう、ありがとう。一緒に9月を幸せな9月にしていこうね。もう誕生日だけじゃなく9月自体を幸せな9月に。ありがとう。寝たらニキビできる。そうだから、もう寝ない、夜起きる、昼寝る、朝寝る。そう、大きな会場22日 2.5 期4人揃う。そうそうなんよ。しかも初めてじゃない、あの元旦公演とか以外でさ、初めてな気がする。22日の花だる公演で4人揃うの嬉しい。ヤスベさん、結婚してありがとう。嫌だけど考えとくね。そう、17歳くるくる、目覚め待ってる。意外に9月いっぱいあるよね、目を背ける。ちょっと7月生まれですけど、全力でお祝いします。お、ありがとうございます。一緒に9月を盛り上げてください。よろしくお願いします。でも9月24日は今んとこ何もないから、なんかあるかな、なんかあるかな。
大体9月24日は大体なんかあるんですよね、毎年。アクターズの発表会が大体その辺で、文化祭とかも9月24日23とかなんで、大体誕生日近くなんかある。すれば8月も1位だった。結婚して嫌だけど奇跡が起こるかも。トンチョンさん可愛い、ありがとう。そう、選挙権手に入れてしまう。まあやっぱくるくる、難しいよ選挙権はね。ゆうかちゃんどうしてこんなに可愛い。天使だからかな。ね、9月21日に花だる子楽しみだよね。待っている。しかもちょっと平日だから大変かもしれないけど、楽しみですね。めちゃめちゃ楽しみですね。笠木まさきさん結婚してありがとう。嫌だけど考えとくね。まちゃんさん結婚してありがとう。嫌だけど考えとくね。オノピーさんかわいい、かっこいい、ありがとう。ポルダーグルさん一寸玉、ありがとう。オノピーさん尊い、結婚してありがとう。嫌だけど考えとくね。今回の調べイベント、ユニット対抗のやつか。ユニット対抗のやつ、そう、今ユニット焼肉だっけ、好きだ好きだ。何も書かずに箱に入れても投票することなら、あ、そうなの、迷ったら声に出してみる、君が好きだ。ソイさん一寸玉ありがとう。ヤマさんハートありがとう。生きることは呼吸すること、急がないでゆっくりでいい、他の人と比べないで。ゆうかだよ。焼肉食べような食べような焼肉大好きマンくるくる。あ、22日申し込みしてきた。あ、嬉しい。緊急制裁って9月のカード見た？あ、ハッピーバーおめでとう。ありがとう、ハッピーバー。緊急制裁ってぜひ見てね。ライキーの焼肉券もらったよ。あ、いただいた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 。そのまだね、ちょっと どういうふうに誰と行こうとかまだ決めれてないんですけど、皆さんのおかげで焼肉の券をいただきました。ありがとうございます。てかどうさん一寸玉ありがとう。公演中ウインク、公演中、え、なんか気が向いたらっていう言い方おかしいけど、なんかするときするよ。あの、ここでやるよ、くララ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 ラ、こっち見て、こっち、こっち見て、こっち、こっち見て、こっちってやってる。それに気づいてるかわかんない。私が送った、そのウィンクを送った人が気づいてるかわかんない。ライキン広告、あ、ライキンの広告はね、10月だった。10月 1?から31まで楽しみ、キュン、楽しみ。ヤマジンことエドウィンさん、ライトありがとう。ツナマヨさんかわいい、ありがとう。トドイとファイトもありがとう。
3日もそのウィンクしてその曲あったらあるかな、どうなんだろうそもそも3日って何の曲やるんかな、まだ分からんくて、実は分からんくて、ララ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 ラ、てかさ、なんかさ、あのこうマネージャーさんとパフォーマンスの話をしてて、なんか山下美月さんのデビューした時目がバケバケだったみたいな、なんかバケバケだったっていうのを話してて、来島もたまにバケバケになってるよってマネージャーさんからも言われてしまったたまになんか決めてきたんかなって思うくらいバケバケになってるよって言われた。やっぱ他の人も自分だけじゃなく他の人も思ってるんだなって思った。こうしっかり言われたのは初めて、その誰かから、お客さんとかスタッフさんとか、はっきり目がバキバキって自分で思ってただけで、今まではっきりバキバキになってるよって言われたことなかったから、ちょっとめっちゃそう、あ、そうなんですよ、そう、ゆいたんが一部出演と、ナーミョンが休演なんですよ。ちょっと私すごく悲しいって、ゆいたん一部出演とのことで、くるしま、おしまし、待って、しまつながりってこと、しましまコンビで、ありがとう、しましまで、お遅くなりました、今日は自分たちでよろしくお願いします。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーステーディア、バキバキバキハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、くるくるの1年にしてください、強制です、よろしくお願いします、強制ですあ、岡野圭人も似てる、目がバキバキっていうのはこういうこと。つのまやさん、打ち上げ花火ありがとう、目が綺麗、嬉しい。かんちゃんさん、金魚ありがとう、そのあみょん救援なんですよ、のあみょんその私たちも最近知ったから、どんな時に目バキバキになる、くるくるは歌に集中した時にバキバキになる。例えば、人間関係得意な方じゃなくて一人きりが一番楽だと思ってたとか、誰か好きになるととって、高音出そうとしたら目がバキバキになる。誰か好きになると知らぬ間に微笑むってなるんですよ。だからもっと、誰か好きになると知らぬ間に微笑むって、こうやってもっと柔らかい目をしようと思いますね生きることは呼吸することってなるんですよわかる、わかる。エナドリたまに決めるけど、比較的公演の日は決めてないんだけどな。ランデさん、ペンライトありがとう、中村さん、クマありがとう。そう、人間関係得意じゃない感じ出てていい、本当人間関係得意じゃない。ランデさん、ペンライトありがとう。バキが合う曲でも、それならいいそう、今すぐにでも君の元へ駆けつけたい、なる。桟橋から飛び込んで海を泳いで渡ろうだと夕日がつつ、
歌詞が歌詞を間違えたかもしれない。クククク、そう、研究生18に立ちたかったステージ。でも体調不良、私たちもなんかどんな症状なのか分かんないから結構心配ですね。私だって言ったらナーミョンって1ヶ月くらい会ってない気がする。ランズさんバラありがとう。鼻もバキバキ、鼻もバキバキ。桜井さんバリほんまかっこよく、でもかっこよくできんやん、くるくる。なんかただバキバキなだけな、なんかいい感じのバキバキじゃない、くるくるは。それならいいさ。ちびとうさん一寸玉ありがとう。原点も正面見て。誰かに足を踏まれ痛みを感じて気づく、僕も誰かの足踏んでるのだろう。人混みの中歩いてることを異様に乗ってしもうと、オスホルトじゃなく懐かしい土の上を歩きたくなった。U ターン何かがあるだろう、次の何か始めればいい。夢から覚えるなら、すごくない、口動かす、笑顔で歌うこと意識する。ちょっと待ってよ、トイトイさん祭り祭りフレームタワー、祭りのフレームタワーありがとう。しかも結構さ長時間だった、ここにあるのがびっくりした。めっちゃポーズ取っちゃった。ありがとう、トイさん。祭りタワー。お祭りが開始できそうですね。ありがとう。毎日、本当にありがとうございます。嬉しいです、本当に、トイさん。ありがとう。3日も近づいてきているので、楽しもうね。原点。原点いいよね、原点。原点好き、原点、原点のくるくる結構原点の好きなとこっていうか、その思い出が6周年コンサートなんですよね。6周年コンサートで千穂さんとダブルセンターではないのか、なんかさ原点ってさセンター一人じゃない、一人か、あれほぼダブルセンターみたいなポジションの位置じゃん。それで千穂さんと2人で真ん中で踊らせていただけて、もうすっごく嬉しかったんですよ。それね、千穂さんと嬉しすぎて泣いちゃうくらい嬉しかった思い出があるの。小さい子組代表みたいな。くるちゃんもこのツアーで体調メンタルやばそうだけどよく頑張った頑張った、ありがとう、頑張った。くるくるさん9月もよろしく、くるくる幸せにします。9月もバキバキの表情神経質伝わるから結構好き。あ、嬉しい、それはもうちょっとどんな顔も好きでいてほしいいてほしい。そう、ダブルセンター、そう、お、6週の本明日届く。いいですね。そう、ココアさんのページ嬉しいこと書いてありました。ココアさん、くるくる、ココアさん花だれの時はサーヤンさんとオキさん、え、そう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 で、くるくる、そうそうそう、何か終わるなら。でもなんか花猿公園とかで原点やってみて思うのは、よくまあソロでやったよなっていう感じ。原点なんてもうちょっと一人で歌うのは結構相当
苦しいですね、正直言ったら。一人は苦しい、好きだけどなんか大変、よく頑張ったなというふうに思います。あと誰かがいつか好きだと言ってくれる日までも相当やばい、あれが一番やばかった正直。自分の方から絶対告白なんかしないよ。カズくん一寸玉ありがとう、オロチさん一寸玉ありがとう、トイさんハートありがとう。そう、しかも原点さ、カメコさんのタイムあってさ、カメコさんのタイムあってさ、トゥン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 のかっこいい瞬間のくるくるといただけてて嬉しかった。そう、ソロはねマネージャーさんの提案ですね。そう、でも曲がまあなんかこう、この曲は踊っててきつい、歌とか歌うの一人でとかきついとかは多分やってる人しかわかんないから、この曲が合いそうって、くるくるは君好き、間違えた、君好きじゃない、誰かがいつか好きだと言ってくれる日までが似合うって言って曲を選んでくださって、でも意外じゃない、くるくる誰かがいつか好きだと言ってくれる日までっぽいらしい、キャラ。遅刻後から鎌田さんグーありがとう。そう、早口のとこ難しいの、てか STU の曲は早口っていうか文字数が多いの、歌詞がこう伝える系なのかなと思った。あ、画面かわいい、ありがとう。いいよね、もうくるくるのソロの原点、でもいつかなんか もう一回できる機会あったら挑戦してみたいよね。山さんハートありがとう。個人的にはね、もう息継ぎがもうね大変なの。誰かがいつか好きだと言ってくれる日まで、自分の方から絶対告白なんかしないよ。だって突然もうここからもってなる。暗闇とかもやりたいことやりたくないことやらされながら、理想と現実がごっちゃになって、あそこが、星たちは自分が輝いている、星言えないのこれ、星たちは自分が輝いているその位置と、宇宙の果てで誰かに見られてる自意識とか、ちびぞうさん一寸玉ありがとう。あ、ER さん打ち上げ、くまさんタワーありがとう、嬉しい、ありがとう ER さん。待ってよ、一回スクショしよう。9月よろしく、ありがとう。くるくるまだ ER さんについて詳しく知れてないので知りたいなって思いますよ。これからもくるくるのルームで遊びに来てください。ありがとう、たままたお礼するので見に来てね、ありがとうありがとう。シュンクシュートもよかった。君のことは絶対忘れないよ、君は今どこを歩いているのだろう。エビちゃん一寸玉ありがとう、ありがとう。死のうとくるくる好き、嬉しい。父親が不機嫌そうに舌打ちをして立ち上がる、成績が悪いのがそんなに気に入らないですか、今の順位なんかよりも
ST はみちゅさんとみほりんさんくらいしか知らない。あ、その中にくるくるさんを入れてくださるなんて嬉しいです。みちゅさん、みほりんさん、くるくるさんってことですか。ありがとうございます。くるくるのことももっと知っていただけるように頑張る。くるくるです。頑張くるくる。あ、スリルも好き。ハートしたい、キュンとしたい、ドキッとしてしまいたい、理屈ではなく言葉でもなく感じたいの本能的に一つずつ上げてたら全部好き。もしかしてくるくるの表面張力も早口だけでいつかやってほしい。確かに表面張力も早口なのか。キリキリさよならが言えないよ、強がって微笑んだ。確かに早口だ、言われてみれば。いつかでもできる機会があるのかな。表面張力とかやりたいですね。指差しのポーズなんだろう、どこなんだろう。君のことがかな、好きだから。あ、アボカド最高だった。アズミンとのいちごバナナアポチビーズ、チビーズっていう2人なんで、グーでこうやってなったけど、私これが癖でこうやってやっちゃって、あずみにね、見て言われた。くるくる、指出てるよって。くるくるが言った時で一番意外なの、一途一、マジ？マジで？マジで？僕みの空もよかった。あれが全部やん。全部やん。嬉しい。表面張力絶対似合う。あんなかっこいいの？キリキリ。自然と私も好き。もう最近披露できてないくるくるたち。いちごミューカップでアボカドしたい。いちごってなる。いちごバナナアーポー。ヨシさん一寸玉ありがとう。なんかいちご、なんかさ面白い。なんかさ、ダンスの先生がさ、いちごのことをさ、リンゴっていうの、それが面白くてさで、マジで間違えて、なんかいちごの語が頭にありすぎて、リンゴ、あ、間違えた、いちごってそれが本当に面白くて、いや、果物違いみたいな。トゥルトゥルトゥル、こんばんは。今日から9月ね、今日から9月やん。トゥル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 、あ、ごめんね好きになっちゃっても。わかる、ごめん君を好きになっちゃって、ドゥイドゥイドゥイ。いいよね。チャートリンストストリーの中だったら私ラベンダーフィールドかも。ずっと前にこの場所、ラベンダーフィールド、金木犀の香水買ったの。確かにそういえば言われてみればさ、もうさ、金木犀のさ、さあれやん、月やん、季節やん、楽しみ。金木犀の香り好きなんだよね。早く日常で嗅げるかな。くるくるは誕生月なんですよ。そうなんですよ。くるくるのこと祝ってくれます？1年の3分の2が終わってしまったよ。そうだよ、もうほぼ私は2000、くるくる誕生日終わったあたりからもうくるくるの気持ちは2020
4年か。あ、いいね。2024年は2の倍数で割れるので好きですね。2で割れる。1年早いよ本当に。金木星香る頃この道をそう歩くのが好きだ。金木星香るそう歩くのが好きだ。どこからかふと風に吹かれ運ばれて季節に気づくみたいな。なんかもうめっちゃハモり。暇つぎ配信できんのよ。そう、キノコ帝国の金木犀の夜。え、聞いてみよう。え、クロノスタシスって違うか。金木犀しかないやん。広島の前座の金木犀。私たちが前座します。 OKP さん一寸玉ありがとう。あ、今日も綺麗、ありがとう。誕生日に配信どうしようかな。あ、配信はするんだけど特別なこと。くるくるが追い込まれてなかったなでやるかも。マスタカさんかわいい、尊い、ありがとう。金木犀の時ペンライトオレンジ。え、そうなの？知らなかった、知らなかったぞ。そうなの？クロノスタシスもキノコさん、あ、やっぱ合ってた、合ってた、合ってた。昇格、でも昇格はまあ本当に期待しないでおこうって思ってます。くるくる、まあ、期待はしません。できないだろう。てるさん一寸玉ありがとう。18歳になっても配信時間はね変わんないのよ実は。あ、24日他の手入れないようにくるくる誕生日って書いておきました。天才、天才。追い込まれてない、何かに追い込まれ、なんか、なんか追い込まれてなかったらか。9月24日日曜日最高日見つけるよ。どこにでも見つけちゃう。苦しみ言うかな。でマジいいもん見せる、いいもん見せられるように頑張るのでマジで見に来てほしい本当に。研究生ツアー広島。18とか大人の仲間入り。そうなの、マジマジめっちゃ大人の仲間入りなの。仲間入り、仲間入り。そう、めっちゃ気合入ってる。え、マジ入ってる。もう嫌っていうほどカツ入れられてきたのでめっちゃ。先輩とのコラボ配信はねダメなんですよ研究生は。 NGお、チャートリーマーと焼肉行けるように1000円目頑張る。くるくるも頑張る、頑張る。昼だけでも嬉しいよ。そうでも、うん、マジちょっと期待はしない。だってさ、オープニングアクトもあるし、広島公演終わった後研究生としてのオープニングアクトもある。君はシンデレラさ。
大人の階段登る。マサオ一寸玉ありがとう。クレンパさん五寸玉ありがとう。楽しすぎて寝れない。もうずっと来てよ。ずっと来てよ。全力でゆかコールありがとう。コールコール聞きたい本当に。コール広い会場でコールを聞きたいです。そう。福士ちゃんさん、打ち上げ花火ありがとう。打ち上げた紅シャンクー玉ありがとう。福士ちゃんさん嬉しい。昨日に引き続き、昨日じゃないか、ありがとう福士ちゃんさん、タワーありがとうです。頑張ります。皆さんからの応援をバンに頑張ります。ぜひ見ていてください。ありがとう。また嬉しいね福士ちゃんさん、ありがとう。ラブ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 。竹松さん、クマありがとう。タワーのお礼はね、前やった時にね、もう消費したのでね、大丈夫なんですよ。たまってはない、たまってない、たまってる、たまってないぐらいです。たまってないか、まだちゃんと。リュウヤハートありがとう。ヤマジンことエドミンさん、クマありがとう。めっちゃ個人的になんか、あの、私の中ではツアーの広島が終わってからがなんか自分の中のあの壁なので、ちょっとやばい、こう頑張っていきたいというふうに思いますね。私も花鳴公園のポジション全部頭から消しちゃったから、一から入れ直さなきゃいけないから。でもツアーの広島前に入れるのは結構しんどいから、ツアー終わってからになるし、でも9月10日もアイドルスターが待っているから、その練習もあるし、あやばい。でチャートにもちょっとやばいかもしれない。くる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 が、くるくる脳みそ。中村さん五寸玉ありがとう。まあ7日のオープニングアクトもあるんですけど、オープニングアクトは、まあ、まだ何曲か分かんないけど、とにかく頑張る。肌綺麗？ありがとう。でも楽しみなのはめっちゃ間違いない。めっちゃ楽しみ。花園公演自体久しぶりだし、フェスに出演させていただけるのも嬉しいし、楽しみですね。まあ私ならできる。え、花だれ久しぶりだよ。1ヶ月半以上やってないと思う。くるくる花だれ、やばいよ。結構ね、1ヶ月やってなかったらね、頭から消えてる。そう、確かに体がもう覚えてることを期待しよう。
8がオープニングアクト、9が花だね、10がフェスだ。お、花だれ来る、待ってる。そらさんの生誕さんいなかった。そうなの、くるくる、そらさんの生誕さんにはいませんでした。体調気をつける。滝まつるさん、五寸玉ありがとう。消えても次入れるときに早くなるとか、そういう効果、効果なんか1ポジとかならあるんだけど、3ポジとかだとごっちゃになるから意味がないんですよね。なんか 0.5 違うとか 1.25 違うとか、そういう違いはもうくるくる覚えられないな。覚えられない。それとかフェスで同じ曲なのに違うポジションとか、多分もう息をする心に関してはもう当日急に言われても全ポジ生きるじゃないかぐらい、もう全部の振り付けできる。そのトゥントゥ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 とか、関ヶ原の時、太陽が昇った大地には光と影ができてしまって、もうやったからできるし、真夜中は僕だけの時間だもできる。ああ、夢の中なら自由に振る舞えるのに、友達と上手にやらなくちゃ、そう思ったしの一緒に生きなきゃ、そんな意識は捨てたい。あ、でも全部いける、全部いける、やばい。でサーヤさんのここもやったし、立ちのポジションは一回他のフェスの練習の時にやったことがあるので、できる。下もできる、全部できる、すごい天才かも天才かもって言って自分を褒めて奮い立たす、立たしていく。そう、一人息をするからそう、生きることは呼吸すること、急がないでゆっくりでいい、他の人と比べないです、と言ってる。くるくるが一番感情が入るとこは、他の人と比べないで吸って吐いてが一番感情が入るで、あずみんと話してて、めっちゃわかるとか言って、生きることは呼吸することから、めっちゃ感情入る。山さんハートありがとう。スクショタイムします。
急がないでゆっくりでいい他の人と比べないで誰か好きになると9月知らぬ間に微笑む24誕生日まで23ポーズ悪いがいさんかわいいありがとうバキバキポーズそれでは壇上読みます13位みきお先生ありがとう12位津田村さんありがとう11位竹あ違うてかどんさんありがとう10位マスタガさんありがとう9位竹まつるさんありがとう7位あ違う9位8位山さんありがとう7位山陣ことエドウィンさんありがとう6位柏木まさきさんありがとう5位中村さんありがとう4位奈良選手さんありがとう熊さん花火箱持った熊さん花火タワー数字がありがとう奈良選手さん嬉しいありがとう本当にありがとうございます3位イアルさんありがとう打ち上げ花火ありがとうイアルさんくるくのこと知ってねありがとうそして2位福士ちゃんさんありがとう打ち上げた五尺玉タワーありがとう福士ちゃんさん今月もよろしくるくるそして1位はズルル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 ルトイさんありがとうトイさんありがとういお祭りのフレームタワーもありがとうフレームタワーありがとう今日も癒されて最高でしたありがとうサイ&コー嬉しいありがとう本当に感謝しかないですこあ今月9月もよろしくお願いしますいよいよコースコー千秋楽は明日、明後日なので頑張りましょう頑張ります明日は夜にできますそれではあ、もっくんハートありがとうそれではおやすみー